はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ S660 モリューリオ X で、はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダ S660 モリューロ X ということで、今回ねこちらの車、なんと中古販売するということですね。もうね、値札の方がついておりまして、税込み235万円ですね。車検の方は令和3年8月の15日までついております。走行距離は1622キロですね。やっとねエンジンに当たりがついてきた頃かなと思います。モデュール X ということでね、ホンダアクセスのパーツがついたモデルになりますね。もう初めからこんなスタイリッシュな形でかっこいいですよね。ドリキンこと土屋圭一さんがね、ホンダアクセスと共同開発したこのエアロシステムと、この足回りですね。ちょっと詳しく見ていきましょう。ちょっとしたね、こういった縦のフィンとか、すごいね空力考えられたデザインになるんですね。ただかっこいいというだけじゃないんですね。モデュール X はね、このフォグランプが LED でついております。いいね。でモデュール X のね、専用の足回りがついております。ホイールと、ブレーキとこのサスペンションですね。白いね、サスペンションが見えますよね。まあ、足回りがかなり強化されております。リアはねこんな感じですね。モデュール X のねエンブレムと、リアのバンパーがだいぶデザインが変わってますよね。センター出しのエキゾーストマフラー。 S660 といえばねこのリアにエンジンがあるということで、いやこの後ろからの姿がねなかなかのかっこよさですよね。それにしてもねコンパクトなボディですよね。いやライトウェイトスポーツといえば S660 っていう感じですよね。モデュール X タイプはねミラーが黒くなってるということですね。でフロントの方のねこのエアダクトもちゃんとねこれダミーじゃなくてほら穴が開いてます。これね中古販売ということなんですけど、まあ試乗車なのでほとんどね新品に近いというかすごい綺麗な状態ですね。このドアノブのあたりも綺麗な状態ですね。であとこのリアスポイラーねちょっとね上に上がるんですけど、その上にねさらに1枚、こういう空気抵抗を考えられた、羽が1枚ついてますね。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、ではお低い。はい、ではお邪魔しますと、うわ扉の音すごい。おバスーンと。内装の方はねこんな感じです。いやこのハンドルかっこええわ。ハンドルだけでも価値ありそう。このカーボン調のねパネルとこのツートのねエンジと黒の、革張りですね。で6速マニュアルということで、これチタン製のねシフトレバーなんですよね。サイドブレーキにもねこの革張りが使用されてますね。で、2シーターということで、まあ、シートは2つなんですけど、すごいね体がホールドされるような感じで、いやなかなかいいですね。ちなみにねこれ S660 って収納、あここ少し収納あります。あとねちょっと残念ながら収納する場所が、ちなみに、S660 のトランクルームこんな感じですね。ここにはもう屋根しか入りません。いや助手席がねトランクという感じになりますかね。まだねほらビニール貼ってて新車の感じが残っております。でちょっとエンジンルーム開けてみましょう。はい、エンジンルーム開けてみました。かっこよすかっこよす。いやこれ 660cc なんですけど、もうねこのボディに、詰め込んだって感じですよね。もう結構ギチギチに入ってます。いやーなんかねメカメカしくてねマニア心くすぐりますよね。マフラーこう横に取り回ししてるんですね。でこれがね5段の車高調ということで、5段階調整ねできるということですね。いやそれにしてもねこのリアのこの小窓、この辺がねすごいかっこよくないですか。
ではね、エンジンかけさせてもらいます。鍵はね、こんな感じですね。カーボン調。パワーボタンはね、少しこの押しづらいこの奥の方にありますね。ポチ。左側にね、このセレクトボタンちょっと押してみましょう。ポチ。スポーツモードになるとね、この左の液晶にターボの、ほらほら、ターボかかってるよという表記が出ますね。で、これが普通のものか。あと操作系はね、ごくごくシンプルな感じですね。この奥側に USB がね、一口あります。まあ、その辺ね、携帯をちょっと充電したりできそうですね。あともうドリンクホルダーが後ろに1個あるぐらいですね。いや、内装もね、かなり綺麗な状態を保ってますよね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。ホンダ S660 モデュロ X だということで、最高ですね。あ、気持ちいい。今ね、オープンにして、走っております。私ね、身長が実は183センチありますね。で、座高もね、ストーリーだいぶ高いです。1メーターぐらい実はあるんですよね。なので、ちょっと私の乗った感じね、あまり参考にならないかもしれないですが、それでもね、私ぐらいの身長でも意外と普通に乗れます。ただね、結構このフロントガラスが、この A ピラーがね、結構寝てるので、視線にね、若干ちょっと上の部分がね、入ってきそうな感じがしますね。まあ、それ以外を除けば全然大丈夫です。で、これ今走り出してすぐ感じたんですけど、いや、これ 660cc っていう感じですよね。それ以上のね、パワー、これありますよね。モデュール X ということでね、足回りが硬いのかなと思ったんですけど、いや、それがね、すごい上質な感じがするんですよ。縦にね、跳ね上がるんですが、すぐ収まるんですよね。すごいね、サスペンションがその辺制御してるんだなという感じがします。スポーツカーなんですけど、上質感をね、感じますね、この乗り心地で。シートがね、結構包み込まれる感じで、横へのね、この横体の揺れをね、すごいやっぱ制御してくれますね。もうね、今夕方なんですけど、いやー、気持ちいいですね。今左後ろの後方視界っていうのが少し見づらいですかね。で、今40キロまでちょっと加速したんですけど、なんかそれ以上出てるような感じがします。車高はね、かなり低いので、体感速度としてはね、なんか40キロ以上に感じますね。で、このメーターもね、センターがデジタルで結構大きく表記されててね、今何キロで走ってるぞというのがね、結構見やすく表記されます。で、その周りにね、タコメーターがあるので、やっぱりね、なんかこう走ってるぞという感じがするんですよね。この夕方から夜にかけてのこのドライブ、いやー、なかなか気持ちいいんですね。いや、この黄昏時のね、運転っていいですよね。しかもこのオープンで運転できるという、いや、すごい大人スポーツをしてるなという感じしますね。まあ渋滞ですけど今。いや、これでね、海岸沿いとか走ったらいいと思いますよ。はい、いかがでしたかね。S660 モデュロ X、 なかなかの走りでしたね。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで S660 モデュロ X の中古販売でした。じゃあね、バーイシュー。